いいですか？ありがとう。ピー、そう、ピーと一緒。ピーと一緒。ここにな、そんなことってパン。それにね、合うようにね、ちょっと濃い色つけてるんです、最近ずっと。そうなんですよ。なんかさ、焼きそばありがとう。そう、ね、今日の髪を気にしてるか、今日はストレート。でもなんか、結構ストレートのアレンジあり、結構個人的に前から好きなんですよね。巻くのも好きやけど、そう。痛くない、全然。細めの、そう、ちょっとここは編み込んでもらって、ここから三つ編み。でも我慢してます。キリリとしたメイクですか？天才。今日でも結構メイクにも時間があったから頑張って、もう抜いちゃってるかもしれないけど、今日めっちゃなんかね、鼻炎みたいになって鼻水が出る。スンスン言ってごめんね。アンモモ糖質ですよ。こんばんは、こんばんは。汗いっぱいかいた。いや、それがね、今日ね、5曲やったんかな。やけんね、汗かいたっていうよりめちゃめちゃ楽しんだ。なんか疲れたとかなかった、全然。 もっと踊りたいっていう。花粉症、え、わかんない、今日なんでだろう、なんでだろう。なんか鼻炎、もともとたまに鼻炎になるんですよ。で、薬今日持ってないからさ、ずっとスンスン言っちゃってる。全然鼻風邪とかでもなくて、本当にもう会える日増えた、ありがとう。めっちゃなんかすごかった。なんかやっぱり今ほらスペースがあるかな。オーラがすごかったですね。で、でも久しぶりだ、今日。そう、今日外暑かったよね。アイラインをちょっと垂れ目にしてる。昨日はあの後、え、寝れた寝れた、めっちゃ寝とった。12時ぐらいまで。めっちゃ寝るやんって感じやけど、多分なんか緊張しとったやっぱ昨日だから、ちょっと疲れとった。しかも寝たのがさ、そのお風呂とか入っとって、髪も長いから時間かかるし、あとパックとかしとって、昨日私アンピと話、そう、アンピとは今日ご飯食べながら話したり、お部屋でも話して。前髪切ってないよ、前髪ちょっとくるんってした。前髪、そう、なんか切りたいよね。餌ありがとう、いいえ、ありがとう。なんかね、映っちゃうの、近くにアンピがいるよ。一緒のこと言っとる。前髪いい感じ、確かに、なんか調子がいい。会いたいんですけど、どうなんでしょう。学園とか近くない限り会えないと思うんで。お風呂は私が先、いいよって言ってくれたアンピが。でも寝たのは一緒ぐらい。もうじゃあ反対が、もうどっちだったっけな、今日下手が多かったっけ。そう、くしゃみしそう。何この子って思われてるかもしれない。今日鼻炎みたいになってるからめっちゃくしゃみしそうになる。そう、イカスミもんじゃめっちゃ美味しかったよ。もんじゃ焼きはね、自分たちじゃなかった、やってくださったというんですか。めっちゃ美味しかった。
美味しかったよね。美味しかった。そう。イカスミが美味しかった。最初はね、普通の明太子もんじゃと海鮮もんじゃ食べて、うん、その後イカスミ。めっちゃ美味しかったの。あ、写真だと白く見えた。嘘、あれ真っ黒い。本当に何色あれ？グレー。グレーじゃないな。灰色みたいな。何色やろあれ。なんか真っ黒ではないんだけど白が入ってる。だろう。灰色のもうちょっと濃いみたいな。そう、そんな感じだった。と。何色なの？難しい。そう、真っ黒で。そう。口黒くなったかもしれない。でも歯磨いた。そう。え、歯はね真っ黒になってないよね。なんかアナも帰ってきて確認してもね、そんな黒くなくてびっくりした、うん、私もそう。なんかでもこの唇にちょっと黒いのがつくけど歯にはね、うん、まだ大丈夫でした、うん。そう、イカスミパスタは多分黒くなるけど、もんじゃになると焼いとるから確かにね、やけん大丈夫っぽかったよね。確かにクリームじゃないもんね。そうそう、でもイカスミパスタちょっと気になった今日で。え、ね、気になった。え、ね、ちょっと、え、でもあのイカスミって普通にイカのさ、あの、うん、墨使えっていいのかな。普通の普通になんか自分で買ってきて、どうなんだろう、なんかあるんかな、なんか入れたらどうなるんか。イカスミ、イカスミって売られたんかな。パスタは黒くない。なりそう。配信とかで食べん方がいいね。真っ黒いね、歯が。イカスミって言って、どうだろう。でもかこの間あの YouTube 企画でイカをさばいたんですよ。え、すごい。そう、え、でもあれ手でねブチブチするだけなのマジで。あ、だから本当に誰でもできるやつなんだけど、それで炭を捨てちゃったのね、うん、あれ使えたのかなと思って。イカの首グーみたいな。そう、なんかね全部ちゃんと取れたらすごい、うん、達成感を感じる。成功したらスルンみたいな。なんか透明のなんか、うん、プラスチックみたいな入ってるの中に。そう、本当にそんな感じ。そう、あれ骨か、骨か。骨やけど透明やけん本当にプラスチック。いかにも骨あるんやん。そう、あれ骨なんかな、なんだろう、うん、なんかなんだろうね。骨か。プラスチック、いやいや見た目がそうなったんや。本当にプラスチックのなんかめっちゃなんだろう、薄いやつ。こういうのではないけどね、こんなんではないけど、なんか見た目がプラ版、そう、プラ版みたいな見た目。プラ版の最初の姿。プラ版懐かしい。作っとった？え、家でやっとった。家でやっとるんや。私なんかイベントみたいなとこでやっとったり、あとなんか学校で売ったことがあるプラ版を、なんか行事みたいなやつで。今ならもっと高く売れるよ。いやもう1個30円とか20円とかで売って。しかもモカは絵下手やったから書いてなかった気がする。なんかうまい子が書いてそれを取ったり、 あの作ってもらったかも。なんか自由に作ってもらった。そう、アシヒキメシャ、すごい、なんちゃうんだこれ、なんだっけ、習ったわ、なんだっけ。え、うまいやん、ほんと買います。じゃあ1個100円で。
私が作ったら100円の価値もないな、下手すぎて。何個習ったね、安い。本当プラバンテだってそんななんかいっぱい作れるし。何作ってたのキャラは。え、なんかあんちゃんをずっと呼んだったんよ。あー、分かる。キャラクターをなんか透明やん、うん、あーそれで上から描いとったんか。そう、上から描いて色塗って作ってた。なんか一時期ちゃんとリボンと仲良し全部買っとった時期があって、でももうねお小遣い足りなくなってやめた。確かにそう、漫画好きすぎてね一時期やばかったんですよ私。ファンの証いいね。あれ絵描くの、あー時間ね、確かになんかなぞっとったりしたらかかるかもけど、私描けるよ結構パパッと自分の絵の。おりこちゃんのプラバン作れ。センスあるからもちろん。本当？でもなんかママにはなんか下手くそだね、下手くそって仲良し派？でも私も昔は仲良し派だった。なんか昔っていうか昔のアニメのやつめっちゃ仲良し好きなんよ私。だからめっちゃ仲良し飼いたかった昔に戻って、自分が赤ちゃんぐらいの時の仲良しがめっちゃ好き。なんだっけ、ピチピチピチとか、なんだろう、チョコキャラもそうだよ、あといろいろあるはず。前描いてたアバターの絵、あれはねいつかアバターしたいなって。千日行ったらまたまた。お疲れ、ありがとう。味がある。あ、左のポジション好き。チャオが一番買ってたかも。付録使っとったな。お前お話し会申し込めますよ。もちゃんの絵本当かい、嘘本当。優しいねみんなは。あー鼻水出る。リボンだった妹。リボンはなんかほわほわした絵が多くて可愛い絵が。リボンも作るんですよ。宇宙で一番。嘘だ、ありがとう。ねむこちゃんの話今はしてないよ。ねむこちゃんは今でもめちゃねむこちゃんとめちゃラインしてる。もう鼻チンしてきて、私のこと何歳だと思ってるな。楽しかったよ、ありがとう。楽しかった。今日暑かったよね、というか今日はね、ジャパン、伊豆ホライブハイキング、ママレードも面白いよね。絶対ありえんみたいな内容が逆に面白い。なかなかないよね、ま、現実ではになるらしい。でかいクラス持ってた。そうそうそう。今日も可愛い、ありがとう。みんなあの絵欲しくてさ、一回全部が。わあ、今日見に行ってよかった。え、ありがとうね。そう今日ね結構ピンクとエメグリさんのやついっぱいあってすごい嬉しかったんだよね。福岡28度、夏じゃん。え、夏なんかな、分からんけど。すごいね、明日は、明日も楽しみ、うん、暑かったよね明日は。明日はクロさんに会いたいな。今日も長袖だよ。節外れになること思ってた。今日のダイブライブ楽しかった。お、お、かわいい、ありがとう。写真撮れたらいいね。
前ねスタジオのみんなが撮っとったんよ。会いたかったしん、そう会いたかったしんって。なんて呼んだらいいかわかんない。会いたいの、うん。会いたくないですか？クロちゃんさん、なんか。だよね、でもね最近この2日間ぐらい暑いよね。明日どうなるの？サダちゃんだった。めっちゃ面白くて可愛かった。うん。ヒートテック着てるのまだダメだよそれは。全然。うまくない。いや人見知りやけえな。バッキュンだしん。キュンだしん。結構私 TikTok とか見て見てるん。ケーマの個別ね楽しみ。バッキンだし、バッキンだし。あきたいんださん、ありがとう。くちゃん、かわいい、ありがとう。ヨネフォーラブリューリーさん、応援してる、ありがとう。ゲモさんもらありがとう。モカラザムレさんハタありがとう。メガマイトちゃんかわいいありがとう。エトさん応援してるありがとう。トシさんピカピカありがとう。エトさんパンありがとう。ドラゴンさんピカピカありがとう。モブレジャーさんダルマありがとう。ラシンタル放電、なんなんだろう。明日晴れ、なんか明日晴れって聞いたんですけど、ね晴れがいい外やしね。うれしがマネクで言葉かで集まりますからね、最高ですよ。楽しみ。STOG の詳細もね、だっていいね。福山に行くの大変らしいけどね、でも来る価値あると思うから来てほしいなと思います。テロップがにゃん、さあ今日にゃん22時以降の始め、慣れてきたね。もうちょっとで申し込み、あ、違うわ、これは終了じゃないの。今日は下目、首しか映っとらん。スペイベのなんだっけ、なんだっけ、6月に行われるやつと4月ね。そう、なんか寒くなるみたいだね。昨日とさ、一昨日超暑かったのに急に暑くなる。あ、ちょちょ、寒くなるらしい。困った。あの、なんだっけ、あれだよ。何の話？水飲んでる。鼻炎の薬持ってない。何のてて体調気をつ、うん、なんかね悪くん、全然元気に、ただ多分、鼻水だけなのだから本当にね、鼻炎なんよ、ただの風邪とかではなく。そう、スペイベ。鼻炎の薬は持ってないかもね。もうちょっとみんな頑張って。花粉なんかな今日。どうなんだろう。今日ありました花粉。どうぞお疲れ。このね、このね、お粉を使ってるんだけど、ほわほわしすぎて、これもうこのホテルめっちゃ好きで、ふわふわすぎてね。冷房しかなくて、いい。バイリッタカソーね、4人だもんね、ボーリング。そう、今度ね、ボーリング練習してきないよ。ボーリングチーム B に入らないか。半分しか割ってない、マジ？どんだけ？肌触りが最高なんや、そうなんよ。みんなにも塗ってあげる。えい。
にね、奥の線でよくてもモフモフが気持ちよくてこうやってやってんの。ほらみんなも目が海くん、そうもうみんなツルツルってすべすべんな、これなんかいいのね、めっちゃなんかみんな使っててずっと使ってなかったのに急に使い始めた人。美肌、これからの季節はねテカリとかが気になると思うので、そういう時に汗とかね。もうにゃんこつにゃんこ桃肌外線強くなって強くなるね。今日とかめっちゃ強そうやった。日焼け止めをね新しいの買おうと思って。マホも厚めかな、どうやろうか。日がさね、そろそろ刺さなきゃ。本当はね、私ねもう高知の頃真っ黒クロスケになってたからそこまで気にしなかったんですけど、アイドルになってからちゃんと日焼け対策しようって思って、でも中学校の2年生の頃の写真があったんよ。本当に真っ黒クロスケでめっちゃ黒い時になって、日焼けでね、もうびっくりするぐらいね焼けてた時がありました。日焼けしてて自分でも今それを見るたびにびっくりする。ちょっとそう、ちょっとどっちかっていうとそうですね、肌は白目かな多分。全然真っ黒クロスキーにもなる、全然気をつけてなかったら。よさこいとかさやっとったからさ、もうそこでめっちゃ日差しをね浴びてるんですよ。めっちゃやばかった。あんまりなんかダメなんですけど、日傘とかさしたくなかったので、昔今はちゃんと気をつけてます。赤くなっちゃう目、なんかね、私は日焼け止め塗ってなかったら赤くなるけど、またあるよ、またあるやん。にゃは。でも今さ、もう一匹のやつにしたらいいなって思った。ホリエタ。ホリエタにしたらよかったなってちょっと。なんでクワッスは。違うよ。クワッスはもう安否が適応ししてたから、なんか別のにしてみたいなって思って。なんか並べたいなって思ったんよ、推しキャラを。でも。今思ったらホリエタ可愛いなって。でクワッスは好きだなと思った、可愛い。なんかあのドヤ顔しとる顔が可愛い。なんか決めてる時の顔が可愛い。ああ可愛いよね。よかった、クワッスを好かれてた。好かれて、クワッスさもっと好きな人多くていいと思う。ニャオハが人気なんかな。ニャオハが人気。可愛いよ個人的に、めっちゃ。しかも進化した後も可愛い。
中間そう。ももちゃんつもりも持っとるって。そう、もうかつもりと、うん、ポケモンだけしか持ってないから、あつなんか増やそうかなって思って、今の候補はマリカ。おお、マリカやりたい。そう、今日ねマリカとか持っとったらアンピとねできたんよ、対戦が。だからちょっと次一緒の部屋になる時とか移動中にできるようにゲットしなくては。メタモン可愛いよね、知ってるよ。ニャンホンやらない、ポケモンの話よ。ニャンホン、まあ、全部可愛いな、あの3匹全部可愛い。あ、そう、 AKB グループ新聞さんに今日載ってて、マスカーニャ、え、かわいい、マスカーニャかわいい、ヒメグマゲチェック載せとってくれたやつやろ、月がここにある、かわいいよね、あの子。私まだ推しキャラが決められてないんだよね。憧れの人、憧れの人、ひなさん、どう、そう、かわいいんじゃん。ポッチャもかわいいよね、決まらない推しが。でもなんかちょっとポケってしとる系の、あ、なんかあのさ、アンピー、白いさ、ネズミのキャラ知ってる？あ、なんとかネズミ、そう、なんだっけ、私ね、あの子可愛いなってポケカの開封見ながら思っとったんよ。ハッカメ、ハッカ、なんだっけ、なんだっけ、なイカ、イカ、イカネズミ、なんだろう、知ってる人いるかな、コメント欄。あ、イカネズミ、ハツカネズミ、え、なんだろう、イカネズミ、ネズミ、イカネズミ、なんか可愛いなって思っていつも見てる、ね、あれ可愛い、ね、アンナも開封のやつでね、可愛いって思うよね、うん、レアとかじゃないかもしれんけど可愛いんですよ、欲しい、あのカード、なんか高いカードとかよりも自分の好きなキャラのカードが欲しい、わかる、ね、うん、でももう一パックもまだゲットしてないから。私も14日行ったらよかったな、買いに、発売日。箱買いしちゃおう。え、難しいよ、箱買いするのめっちゃ。たまに3匹の家族、そうなんだ、ゆるい感じ、そう、なんかちょっとポケって顔してるやつとか、なんかちょっとなんかじわじわくる可愛さのキャラが好きなんよ、なんかわかる、なんかまた推しキャラ決まったら言いますね、決めれんかもしれんけど、今日もずっと開封動画見てました。コンビニは1パックなら当日行けば買えるらしいよ。そう、でも1は1パックだと推しキャラは出んかもね、自分の欲しいやつ、なかなか。書いてる人すごいよね、なんかめっちゃ、なんだっけ、コイキングのカードがめっちゃなんか芸術って言われてる、
めっちゃ可愛い、なんかすごい映画。一瞬待ってピカチュウ、いやピカチュウ可愛いんよ本当に。やだ可愛いまだね、そんなにロックは分かんないな、どんなやつやっけ。なんじゃもんじゃちゃん可愛いよね、高いやつめっちゃレア、女の子がすごい人気なんだよね。もうかインターネズム可愛いよね、コダック。進化させるとちょっとかっこよくなったりするよね、キリッとした感じになる。対戦ではトラウマがあるの苦手なんで苦手なの。イーブイ可愛いね、もが好きももが好き。ありがとうございます。目が乾燥した。耳だよ、めっちゃ、うん、耳ちっちゃいと思われがちなんですけど、耳めっちゃでかいんでしょ。よく聞こえるよ関係ないかもしれん。フェアリータイプ感ある。あ、やつもいっぱいだ好きなポケモン進化させないタイプですか。え、なんかニャンホしたよ進化。ありがとう明日はクロスフェイス写真頑張って、ありがとう。すごいね、私の絵この髪かわいい、よかった。今回のどうでしょうか。うん、コウガさんも推しの子好きなんだ、いいね。最近アニメ好きがすごい増えてるから、前はメンバーとあんま話すことなかったけど、めちゃめちゃ最近話せるから。結構なんかおすすめを聞いてくれる人も多いから、私に嬉しい。エルフでもとんがってないよ全然、丸っこい。見切れてて、そうなんだ、見える。今メンバーでは結構アニメ本当に流行ってるんですよ。てか時代がすごい今アニメのブームがすごい来てるよ、前から来てるけど、なんかめっちゃアニメ普段から見てるわけじゃないって子とかも最近すごい見てる気がする。今日も楽屋で推しの子の話になってた。え、そうよね、しかもあのレベル999の山田くんのやつの話もしてて、うん、そうそう、本当にねアニメもっと流行ってるよ最近、来てるよアニメでもね昔のアニメもめっちゃいいから、それもみんなに見てほしいな。アニメねえ、なんか私は STU でいつかアニメの舞台がしてみたいんですけど、なんかなんか鬼滅ね見たい、新しいの。
山田見て、山田見てる面白い。山田くんのやつ3話がすごい最後らへんキュンキュンしました。全員で出る舞台いいよね。なんか女の子のやつの舞台メンバーでやりたいんですよ本当に。ママレードボーイのアニメちょっと長いけど全然面白いんですよ。私は長いアニメ大歓迎な人なので、なんなら100話ぐらいくださいっていうぐらいの人なので。フレンズの舞台いいよね。見るもデポも羨ましい。五条さん、五条さんが見るもデポの舞台をするらしい。めちゃめちゃ羨ましくて。ペンゲームのねやつね、ちょうどね、あと私お洋服も今日買ってて、私いつも東京に来るときに届くんですよ。どういうこと？見るもデポン。東京に来る妖精ちゃんの役をメンバーさんがするのかめっちゃ気になってるの。本当に来るタイミングで届くんです。どうなる？なぜか悲しい。どうなるんだろう。あとイルマくんは意地でも見たいんですよ。イルマくんの舞台は本当に意地でも見に行きたくて、なんか別に東京に予定がなくても行きたい。もちゃんのサイン取れなくて感謝、ありがとうね、取ろうとしてくれて、また釣り取ってね。今来てないといいね。アニメの舞台が多いね。あーにゃーピーナッツが好き、人参は嫌い。話し会でアニメのコスプレね NG なの、怒られてしまう。本当はやりたいんよ。フィルムでも聞いたこと、なんかチャオのね、どれぐらいの時のやつかな、うちのお姉ちゃんぐらいかな。で私は結構アニメの、あ、じゃあアニメでアイドルしてるやつをやってみたいんですよね。推しぶどうとかもすごい羨ましいんですよ。俺返したのにすよ。なんだよ、アイリーじゃねえのかよ。ラムちゃん何々風なら、うん、ごまかせはするんよね。もちゃんの声もよくて嘘。なんかね声ね大きいからちょっとシュッと。そう、マカロン差し入れ、このデータわかるよ、わかるよ、そりゃ姉だよ、姉だよ、私のクワッスが食べるよ。お尻が痛い。楽しみです。箱からしておしゃれ。そうなの、わかんない、なんで今威嚇したんかわかんない。クラスどんどん威嚇して。ガンつけ。ダメじゃんクラス。どうつけれてる、ガン。ガンつけてくれてきてる。もーちゃんこの時間でも配信できるよ。そばパン買ってこいよ。私のも
どうやって睨むんだろう。ミニーブみたいなやつ、ミニーブだっけ、なんか忘れたけど、オリーブみたいなやつと、なんかどうですか、できてますか、似てきた、どうしよう。ボブさん、かわいい、ありがとう。クワッスはね、バニラの虫も最高じゃない、目が悪い人に見えるさ。内心しか声見たないの、目が悪い人か。すごいね、昔はですね、あのお菓子買ってくれなかったママとかを睨んでたんですけど、あのもう最近ね、睨むってことがしてなさすぎてよく分かんなくなりました。ママに後悔ないよ。お菓子買ってくれんかったらめっちゃ怒るからね、私昔。でもなんか昔の怒った時の顔は、素敵な彼女さんがいらっしゃるので、こんな会があった、さすがだ。今度クワッスって言われても私ってな、私とは向かないか。昔の怒った顔これなんですよ、ミニボール、うん、ってやってて、ミニブ、あ、うん、あ、おいしょ、顔がすごい音鳴っちゃった。平成聞こえた。おいしょ、顔鳴っちゃう。真顔に、そう、私結構ね、ぼーってしてる顔怖いっていう。クロちゃんさんって、めっちゃね、ダメなんだって。クロちゃん。言っちゃダメなの？え、なんか、クロちゃんって言ってほしいらしい。あ、そうな、私クロさんって言ってた。クロさん、慣れてないですか。違う、違う、なんかちゃんって言っていいか分からんくて、なんかまあ大先輩じゃん芸能界の、なのになんかクロちゃんって呼んだら失礼かなと思って配信でクロさんって呼んでんの。なんだ、もうクロちゃんさんって言ったらなんか、うん、クロちゃんじゃないとダメなんだってっていうコメントを一回いただいたかなんかして、うん、でそっからクロちゃんって呼んでる。クロちゃん、クロさんって誰か分からない。多分ね、そ、クロちゃんで多分いいのかもしれない、いいんだろうけど、黒川さん、黒川さん、びっくりするやろね、黒川さんって呼ばれたら。確かにクロちゃんって呼んでとは言いそうやん。浸透してるのね、それが嬉しいな。これがキラキラパーシー。明日から交渉も出るの、プロフェッシャーですね。消化消化。アキートさんは怒られる。黒川アキヒトさんって。アキヒトさん。アキヒトさん。なれなれしい。確かになんか逆にね。確かにね、あのちゃんさん、ふわちゃんさんはなんて呼ぼうかな。確かに、あのさん、ふわさん、あのちゃんさん、難しいよね、その元々の芸名というか、その名前がちゃんの方ってどうしたらいいか分かんない。確かに、ちゃんはちゃんでいいのかな。あ、もっといい感じになった、ここ。そう、あんまりね、なんとかちゃんさんって呼ばないんですよ、私、先輩とかは。そうだから迷っちゃう。迷う。よろしくお願いします。あ、りょうねちゃん元気してるよ。
確かに迷うよね。ありがとう。迷う。なんか ST の先輩とかは私はちゃんさんって呼ばないようにしてるんですよ。だからどうしたらいいんだろう。でもクラちゃんはクラちゃんでいいのかもしれない。それがわかんないから思い出せないけど、ちょっとそれがわかんない、あれわかんないけど、もんちゃんさんと呼ばれるのわかんない。私はね、いや私自身はなんか普通に何披露するっけ、思い出せない、なんとかさんって、ちょっと Wi-Fi がさ、そう、アリサさん、アリサさんってなんか個人のこだわりなんですけど、あんまり長くなっちゃうしと思って、そう、個人的にはちゃんさんはつけない。グループ名さん、うん、もちろん他のグループさんとかはさん付けするよ。あーちゃんさん可愛い。先輩感はあんまない。平等かも。こっち。三期生からまだ呼ばれたことない気がするよね。通りはないかなと思います。ということで、いざピタピタリット、そう、お話し会ね、グループお話し会一緒にやるね。どの子かとかわかんない気がするけど、まだ10代おりどりさんというのにマナパロさんと言ってくれてセットしてモモさん、なんか面白い、モモさんこんばんは。最初はわかんない、全然何でも呼んでもらって構わないよ、全然。次回の話から読む。いいですよ。また明日も会える方会いましょう。配信もしますのでお待ちください。ももかさんはちょっと恥ずかしい。恥ずかしい。重ねると変、そうよね、そうだよね。あ、抽選で決まるの？そうなの？ももかさん呼びもどうなんだ。でもももかさんはなんか中学校の時に仲いい後輩ちゃんが呼んでくれてたからすごい懐かしいなって。思う。でもなんて呼ばれても嬉しいな。全然。ライブの時に抽選。ええー、そうなんだ。そう、私は私とひなさんと池ちゃんとその抽選で決まった三期生ちゃんの一人ですね。みんな同じぐらいの身長なの。生線、私なんて呼ばれてる？ももちゃん、もも。でもね、友達からはね、私ももって呼ばれてるんですよ、みんなから。だからももちゃんって呼ばれるのあんまりなくて、実はかメンバーからももちゃんが多いけど、その同級生の子たちとかからはももちゃんはないで、あんまり。マジでももばっかり、ももとか、ももかもないから、ももかな、やっぱ。並びの順はね、まだわかんないね。ももさまはなんか偉くないもん、ももか。なんか自分のことは前なんて呼んで、ももは、まあもももはって呼んでるね。
モカはっていう時もあるし、モモはっていう時もあるし、私はっていう時もあるし、前うちはって言っとった、めっちゃ昔小学校の時にうちはねーって。山岡何もモーちゃんいたっけ、なむこちゃんはモモンモモンがあります。個人連おめで、え嬉しい。そうモモンでしたね。友達はモモカが多いのかな、いや実はモモが多いんですよ。そう、えうちって言わない、うちはうちのうち来るとか普通になんか遅ねんの、今日はねでもこの後寝るよ、いっぱい寝てたからさすぐ寝れん気がする。でも今は使ってないですね全く。確かにラムちゃんうちやねん。鼻水が出る、なんか顔が鼻水出る時の顔になっとる、ワイつかがね、ワイワーラムちゃんだっちゃだっちゃって言うね。ラムちゃんってさちょっといたずらっ子よねうちらマジ、いやうちらうちらっていうかな、うちらうちはーって前言ってた、うちらマジ最近言ったことないな今まで友達とかと。鼻詰まって涙目なるよね、なんか体がしんどいとかじゃなくて喋るとねだんだん鼻水とかも出てくるよね、暑かったり。どこのギャル、ギャルギャル、ギャルっぽくない顔してるな全く。ジャムちゃんが好きだっちゃ、ありがとうっちゃ。くしゃみ出そうで出ない、そうやだギャルってそのギャルのことわかんないかとか、ギャルって。そう私めっちゃねナチュラルですってって言われるメイク、でも別にメイクしてないんじゃなくて顔がねあんまり変わらないんですよ、なんか濃いから多分顔が、メイクしてもあんまりわかんないって言われるか、薄いのかわかんない、薄くないと思うけど薄いのかな分かんないです、何をしたら濃くなるのか。でもなんかえ嘘、クロちゃんギャル好きなの、あら茶がつくから、えー、いいね、可愛いよね方言でちゃんと。ジアメイクやったことないんですよね、やってみたいけど一回試し。ピンクめっちゃ塗らんと可愛いよね、でも由来系の女の子いろんな、でも全然私ギャルの子も好きだし、いろんなナチュラルの子も好きやし、なんかもういろんな系統の女の子好きだから、清楚ギャルも好きだし、ジェライメイクまだねやったことない。違うからメイクがいろいろ好きだよって。韓国っぽい子も好きやしね。どのくらいメイクしてるかちゃんと、本当？配信はねいつも仕事終わりとかが多いやんか。
からちょっとのいちゃってたりすることが多いんよね。あと配信ってあんまり映んない色とか濃くつけんとね。でも私はやっぱ結構ちゃんとメイクしてもらってもあんま顔が変わらない気がします。メイクさんにしてもらってもそんなに変わらん。最近大人っぽいですか？嘘、全然。あざとらしいぐらいのキャラメイ怪人私のメイクの技術が問われるな。一度は試したいですね。今何時だいつの間にか何時だ今。お、ちょうど1時間ぐらいか。ちょっと遅く始めたからあと1分2分で1時間かな。いや、そろそろ読みましょうかね。読みましょう。13位のモーカロー侍さん、ありがとう。12位のきびだんごひこにいさん、ありがとう。11位のしゅうさん、ありがとう。10位のたろいもさん、ありがとう。9位のふみやとまくうふふさん、ありがとう。8位のひんやさん、ありがとう。7位のドラゴンさん、ありがとう。今日フェスでめっちゃ近くで会えたし、確かね、めっちゃ目やったね、ありがとう。6位のみゆさん、ありがとう。訪問500回頑張れ、待ってるよ5位のメガバイトちゃん、ありがとう。4位のマピアノッピさん、ありがとう。明日もフェス楽しんでね、応援してる。お、ありがとう、頑張ってくるね。3位のジェンタさん、ありがとう。2位の福ちゃん、ありがとう。明日のフェスも楽しんでね、ありがとう。1位のももく司会生のマキカンジャ、スカイで一番ももくが大好きもうその大が100個ぐらいになりますように パチパチありがとう、みんな幻さん、だるまありがとう。平次さん、かわいいありがとう。配信ありがとう、ほんとよ、みんなありがとう、来てくれて。こまめな水分だよね。そう、紹介文のところ、そう、今読んじゃった。そう、たまたま読んじゃった。明日も暑いかな、気をつけて。みんななんか気温差が最近激しいから気をつけてください。まあ鼻水ね、こんなスンスンしてる人が言えないんですけど風邪とかではないんだけどね、本当に鼻炎です。ではごきげんよう、おやすみ、バイバーイ、ごきげんよう、バイバーイ。